こんにちは、大晦日にですね、井岡選手とアンカー選手の、王座統一戦が、決まりましたけど、皆さんこの一戦、井岡選手アンカー選手どうなると見ますかね。まあ勝敗予想動画ではないんですけど、まあ自分は、井岡選手に十分ね、勝機はあるんじゃないかというふうに見てますね。まあ、アンカー選手も、まあ、かなりね、強い選手で、まあ、密かに、まあ、今スーパーフライ級っていうと、ロマゴン・エストラーダ、クアドラス、シーサケットの、まあ、この4強にね、注目されがちではあるんですけど、アンカースと井岡選手のこの2強が、まあ、個人的にはなんですけど、スーパーフライ級で今一番強いんじゃないかというふうに思いますね。で、井岡選手がなぜね、まあ、勝機があるかと、見たかと言いますと、まあ、これもね、井岡選手も前回ロドリゲス選手と、まあ、あれを、まあ、苦戦っていうふうに見た方と、まあ、普通に井岡選手が勝ったって見た方と、まあ、いているというところで、まあ、全然自分井岡選手のアンチじゃなくて、むしろファンなぐらいな感じなんですけど、まあ、ちゃんと、ね、こう忖度なしに見たところ、ちょっと苦戦したかなと、ロドリゲスジュニア選手相手にね。で、一方でアンカー選手も見ると、ロドリゲス選手、ジョナサン・ロドリゲス選手というね、メキシコの、選手を相手に前回、試合を行ったんですけど、でまあ、指名戦か指名挑戦者で、IBF3 位のジョナサン・ロドリゲス選手とやって、まあ、フルラウンドの戦いになったんですけど、まあ、結構こう被弾する場面も多くてと。で、まあ、途中ね、ダウンも奪って、まあ、見せ場ももちろん作ってはいるんですけど、ちょっと、手こずんだかなと、ロドリゲス選手ちょっと強かったかなっていうふうに思ったんですよね。で、まあ、そのロドリゲス選手と試合する前にもちょっと、試合間隔が空いてしまったと。でその8度目の防衛戦の時に、あれが確か2019年の12月とかで、まあ、1年以上ねこう試合が空いてしまった中で、ジョナサン・ロドリゲス選手との、試合というところで、まあ、勝ちは収めたんですけど、まあ、ちょっとね、先ほども申し上げましたけどちょっとこう攻められたかなといった印象を受けたと。で、アンカース選手の YouTube で、まあ、トレーニングの様子のね、動画も毎回見てるんですけど、そこでアンカー選手が、スパーリングをしたんですよね。でその時にダウンを奪われてるんですよ。でそれが、以前にもね、動画を作らせてもらったんですけど、アメリカの、ジャレン・ウォーカー選手という、今フェザー級の選手なんですけど、まあその選手とスパーリングをした際にまだダウンを奪われてると、いうところで、まあ、これ私のこれ完全な試験になってしまうんですけど、そのスパーリングのアンカース選手ってそんなにね、強いっていう感じじゃないのかなと、っていうのもその井上尚弥選手みたいに、まあ、スパーリングの時からもうめちゃめちゃ強くて、でいろんなね伝説ができちゃってるとかっていうような選手じゃなくて、本番に強いタイプなのかなと、どちらかというと、まあ、スパーリングとね試合って言えば別物だと思うんですけど、スパーリングの時からもうバン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 相手をなぎ倒してるような選手じゃないのかなと。で、見た感じですと、ね、アンカー選手もちろんパンチもあってめちゃめちゃ強いんですけど、それを見る感じだと井岡選手も十分勝機あるかなっていうふうに思ったんですよね。なので、これは本当に面白い試合になるのかなと。でまあテレビでね、中継もあるというところなんで、まあ、昨日ね、視聴者様もおっしゃってましたけど、村田選手とゴロフキン選手をね、凌駕するようなカードになるんじゃないかといったコメントありましたけど、まあそうなるんじゃないのかなとは思いますね。やっぱこう放送されて、いろんな方がね、ご覧になるというところで見るとやっぱりね、この一戦っていうのは、まあ、注目が集まるのかなと。でアンカー選手って言いますとやっぱり井上尚弥選手とのね、対戦ももうゼロじゃないじゃないですか。バンタムに上げるっていうふうにもおっしゃってるので、なので、まあ、これはね、非常に面白い試合になるかなと。なので、まあ、今こう勝敗予想ってことはしませんけど、まあ、見たところ五分五分なんじゃないのかなと、いうふうに思いますね。はい、っていうところで、まあ、これ私の試験になってしまったんですけど、まあ、皆さんもですね、ぜひ、アンカー選手
いや、井岡選手について、コメントがありましたらよろしくお願いします。以上です。